はい、皆さんこんにちは、榊敦史です。8月5日のね、もう3時回ります。さっきね、お昼ご飯でね、350をね、かける3飲んだらね、わわわわっとなってね、動画を2本ぐらい撮ったんですけどね、あ、なんか眠たと思って、ソファーにピュッと横になったらね、そのままスッと眠ってね、どうでしょう、1時間ぐらい寝たのかな。気持ちいい。ものすごい気持ちいいですね、ほんまに。ただ冷房効かしてね、でちょっと寒いぐらいなんです。寒いぐらいやからね、こうちょっと冷房緩めなのかなと思いながらね、相場を見てたんですね。相場を3時過ぎたと思って。で日経平均はね、マイナス58とかで、まあ動いてへんやんっていう感じ。最近株価動きはないですね。でそしたらふーっといろんな見てて、円高ですね、 105.68 ってちょっとまだ円高に戻してますね。で、なんやなと思って見てたら、金が2028ドル、これはすごいな。ちょっとね、もうここまでトントントンと来るわけですね。びっくりしました。いや、来ると思ってたんですよ、2000に来るとは思ったけども、こんだけこう来てるんかということですね。日銀の ETF、今日は出て、まだ出てませんけども、31日が最後ですか。でも今日あたりまた来てそうですけどね、もうすぐ出るでしょう。いや、あのね、金が2028ドル、この前これで一つ動画上げましたけど、金ってもともとね、あれなんですよ、ニクソンがね、金本位制やめますって言うた直後あたりは50ドルなんですね、1オンスが。1オンス50ドル。あの時しかしドルって高かったんですね。1ドルってものすごいこう価値があったんですね。それから40分の1になってるわけですよ、ドルの価値が。いや、だからそんだけね、要はドルがね、こう認識な貨幣になったということなんです。昔のね、西部劇とか見ててびっくりするんですけど、レストランのね、ランチは25セントなんです。25セントですよ。25セントって今のね、まあ言うてみれば25円でしょ、27、8円でしょ、せいぜいが。27、8円でランチが食えたわけですね。今ランチ2本で食おうと思ったら1000円ですから、まあ大体4、そうですね、40倍ですね。いやー、びっくりしますね、ほんまにね。まあこの前の動画で言いましたけど、円は大体ね、その同じ時期に10分の1になってるわけですね。まだ物価10倍になったということですけど、まあまあ正確にはいろんな、まあ、まだら模様になっててね、10倍になったものもあればなってないものもあったりします。でこれがね、どういうことか、2000ドルを超えたというのはどういうことかというと、ますますドル自体がインチキだった。で、大体ね、他の貨幣もね、ユーロや円もですね、ドルを横にらみにしながら動いてるんですよ。確かに円はね、ちょっとしばらくですね、今の黒田さんってインチキ野郎なんですけど、その前の白川さんとかってものすごく保守的なこう通貨政策を取ってたわけです。で、こう乖離現象が見られて、で相対的にまだこう105円でもですね、まだ円安やろと僕は思うんですけど、で、1オンスが2000ドル超えたということはですね、まあ大体人間の発行する通貨に対する信任がですね、人間の中で揺らいでるということなんですよ。ということなんですよ。ということは、どういうことかっていうと、金が高くなってるって。で、金に近いものって何かっていうとね、不動産なんですよ、実は。不動産価格って、要は、限りあるもんでしょう。世界中の不動産に限りありますよね、地球で1個しかないわけだって。ちょっと飽きたから B 地球に行こうかっていうわけにいかんわけじゃなくて、A 地球しかないわけですね。で、限りあるものであって、今回のね、2013年以来東京の不動産がものすごい値上がりしたっていうのは、
単純に別にね、不動産の価値が上がったというよりもね、円の価値が由来なわけなんですよ。円の価値が由来なんですけども、他の工業製品はね、値上げのしようがなかったんですね。なぜね、何でもそうですけど、あっという間に増産できるんですよ、今の工業技術、工業科学技術をもってすれば。例えば、ものすごい単純な話、PC を今まで年間500万台出てましたというのをですね、需要が1000万台だったからって言って、じゃあ1000万台増産するってわけないわけなんです。中国の工場に増産せえって増産ラインとか作ったらいいだけの話だって、まあ多分半年かからないですね、増産体制整えるのに。だってあっという間に増やせるわけですね、 PC は。他の工業製品もみんな一緒、あっという間に増やせて、しかも日本だけではなくて世界中で同じことができるわけですね。だから工業製品の価格っていうのは上がりようがない。じゃあ何が上がったか、だから増やしようのないもんったら不動産なんですね。だから不動産価格がガーッと上がったわけです。で、同じことは言えるのは あれですね、ドルの範囲、ただアメリカの不動産ってもしかしたら今後値上がりしますよ、はっきり言うて。金が値上がりしてるの、金が値上がりしてるっていうことは同じように見なされてる、同じようなものである不動産も値上がりするわけですね。で、じゃあ日本の不動産もこれから値上がりするかというとですね、そこは微妙なところでございまして、多分都心の不動産はね、そんなに値下がりしないです上がるっていうことはまあありえますけども、まあ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 そこまではないでしょうね。で、値上げ下がりしにくくなるというのは言えます。で、郊外はね、飽きません、やっぱし。やっぱりね、需要と供給っていうのもね、根強いものがあって、PC はね、500万台やったのが、テレワークやから1000万台になりました、という需要の増大があるでしょう。でも不動産ってやっぱり人間が使わんことには意味がないわけですね。郊外の空き家がですね、金が値上がりしたからって上がるかって上がるわけない、そんなもん。需要がない限り上がらないわけですね。ところが都心の不動産に限っては需要っていうのは必ずあるんですけど、それよりも皆さんがこう金みたいな感じでですね、金なんか実際使えないでしょ、あれ持ってても何かに使えるわけないでしょ、金箔とかで使ってるだけなんですよねそれぐらいしか使えないんですけど、ええもんやと思ってるから上がるでしょ。都心の不動産も一緒なんですよ、みんながええもんやと思って。で、都心の不動産はまだ使い出があります。住んだりできるし、貸したりできるし、でも貸すにも限界があってですね、いくらで貸せるわけでもなくって、もうどうでしょう、今現在ちょっと下がり気味になってますけども、利回りにしたところでですね、3% 回ってないですね。もうど真ん中 の一番の不動産、でも銀座でビル買ったところでね、 3% 回りませんよ、ほんまに。孫さんのビル、あれ何パーで回るんやろうと思いますけど、 3% 回りませんよ。もう 2% とかそうなってきてる、ね、それでも買いたいという人がいる限りにおいては値がつくわけですよ。まあ、郊外なんかね、住む以外に需要がないわけですね、郊外の空き家なんて。住む以外、住む人がおればね、それは回るんですけど。で、日本もですね、ドル価格が落ちるに従ってですね、貨幣価値というものがですね、下がっていくわけなんですね。だから工業製品はもう値上がりもしにくくなる、デフレ基調っていうのは、改まりません。黒田さんは全然勘違いしてるんでね、まだ 2% の目標って下ろしてないんですけど、ちょっと無理でしょうね、工業製品についてはね。部分的に上がったりするかも分かりませんけど、不動産はね、多分この流れでいけば都心はそんなに下がらないわけだって、郊外の実需エリアでじわ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 下がっていくということになるんでしょうね。これから不況になりますから、そういうその実需エリアの不動産価格の下落っていうのはこれから本格化すると思います。実需エリアっていうのは要は需要と供給の関係で値段が決まるところなんですね。で、需要するのは人間なんですよ。で、不況になるとその人間のが回せるお金が減るんですね。要は皆さんの給料が減るってことですね、簡単に言えば。あるいはなくなるっていうことですね。そういうエリアでの不動産価格はこれから不況になればもう確実に下がります。
それはそうなんですけども、都心は下がらへんでしょうね、この金価格を見てると。はい、いや、あの人間のね、人間通貨っていうものをね、通貨発行権というものをね、握っておよそ50年なんですけども、いよいよ、いよいよとか、ますますですね、このインチキ度合いがですね、高まってるというのが、この金価格に出てきたというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。